私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。時間通りだ、カフカ。エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウンと書いてある。君がやったの？反物質レギオンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら？わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。
今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だってエリオの脚本にないものなのどうだっていいもの。これはヘルターかしら。うん、若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない。私の記憶によればクラブの歴史に名を残した80数名のうち大半は天寿を全うしてたけど、そういえば数日しか生きることができなかったやつもいたわよね。名前覚えてる？そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし、長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて、同盟のことを言ってるの？
物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、終末獣も一匹来てるから。この人知ってるわ。ロード・オブ・サイレンス、ポルカ・カカム。見て、顔の部分が空っぽでしょ。この人、全宇宙にある自分の肖像画と彫像を破壊したのよ。興味ないし、さっさと仕事仕事。これはザンダー。ザンダー・ワン・クワバラ。史上初の天才ね。あの伝説に出てくるヌースを作った人間？そう。伝説が事実であれば、彼はアイオーンを作った男になるわね。事実じゃないように祈ろう。ザンダー・ハンターなんて呼ばれたくない。この白ひげのじいさんは？知らない。クラブのメンバーかも。この人は？知らない。銀狼見て、君のライバルのスクリューガムよ。うわ、言ったでしょ。あの時は彼だって知らなかったって。あの一戦でエリオは君の存在を知ったのよね。宇宙にスクリューガムのプログラムを突破できる人がいるなんて。スクリューガムにヘルタ。こんな短い間に二人の天才にちょっかいを出せる人はもういないでしょうね。これもすべて運命の導きかしら。はあ、なら私は運命の奴隷に違いない。やがて過ぎ去る。お別れの時間よ。
後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの、銀狼？座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと、何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。まだオープンしてないの？役に立たない刑事ね。知恵の従者たちは何を考えているのやら。
ケチ。もう少し多くてもいいのに。先は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。よっ。タイミングが悪かったようね。ツンと来るやつでいこう。バトル体験を改善しないと。このスピードで遅すぎる。
止まって、前に何かいるわ。どうやら待ち伏せされていたのは私たちみたい。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。タイミングが悪かったようね。こんなすぐ餌にかかるなんてね。呼吸するその感覚覚えておいて。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは本当にここにはいないみたいね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。わかったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。
あら、この端末メモリーがなくなってる。ここは監視室、データを削除して逃げたんだと思う。よくあること。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。で、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら、見つけた。これは鬼物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくする。けど他の物体が目立たなくなった途端、その姿は浮き彫りになる。例えばこんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど、殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこだ。急ごう。
独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。どうしたの？ぼっとして。手放したくない？そうね。今までずっと性格を奪ってきたけど、送り出すのは初めてだから。長く考えすぎ。家を出る前から考えておくべきだ。彼に新しい名前をつける？そうね。これでいいわ。どれくらい記憶が残ってるの？彼、少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。私のことは忘れないって言ってたじゃない。あなたは自分が思ってるほど重要な人じゃないのかも。聞いて。今とても混乱しているわよね。自分が誰でなぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど信用していいかわからない。でも、これらは重要じゃない。重要なのは、私は君を一人、この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから、今からはもう、過去のことを考えたり、自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて。これから君は、数えきれないほど危険な目にあって、恐ろしい状況に身を置くことになる。でも、美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには、君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして、君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら？次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れないけど、それはやがて美しい文様になるわ。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。
わかってるわ、銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて。すぐに誰かが見つけてくれるから、彼らについていくといいわ。君は、私以外のすべてを忘れる。選択の機会があるときに、自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。この者の座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺は炭鉱、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。ナヌークの弟子ただよ。あんた運がいいね。一番危険な絶滅大群は近くにいないし、ここにいるのはあっちこっちで悪さしてる幽兵たちだけみたい。うちらがすぐに侵入者をやっつけるから心配しないでね。壊滅のナヌークの手下だよ。あんた運がいいね。うちらがすぐに侵入者をやっつける。そうそう、ピンクの髪で背はあんまり高くない可愛い女の子、ミス・ヘルタが代理社長に任命したの。あの子威厳がなさすぎるよ。ここのスタッフでさえ彼女の名前を知らないなんて。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。うちらがこのピンチを解決するから。うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し止まるんだ。もし何か問題が起きれば、正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。え？見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ？神秘的な列車で、開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。
お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、わかった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから、退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。
って